こんにちは、キャラ育コーチの阿部です。本日のテーマは立場役割が人を、これなんかガンって読めますね。立場役割ガンをすいません、役割が人を育てる、でも〇〇に注意です。なんかリーダーとかね、部長とか、なんか人って役割とか立場があるとすごくこう力を発揮するというか、より頑張ろうとすると思うんですね。で、なんかこう指導する立場、後輩ができたりすると、あ、もっとしっかりしなきゃ、頑張んなきゃってなるんで、これは子供でも、あなたがもし経営者でね、部下を育てる時にも大事だと思うんですよ。だから何か役割を与えて、その役割の中で必死でやっていく。だから子供たち育てるのも何でもいいんで、挨拶リーダーとか、お掃除リーダーとか、見本見せてくれるリーダーとか、何でもいいんで、一人一役というか、リーダーをやって、毎回毎回、こう、その子が輝けるような形になってほしいんですね。で、大人もそうなんです。やっぱ親としてとかもある人多いと思うんですね。ただですね、心理学で一個だけ注意していただかなきゃいけないのは、僕らって役割を担っていく中で、役割的な性格というか、性格というか考え方が身についていくんです。これを心理学でペルソナっていうんですね。ペルソナ、ちょっとマーケティングのね、ペルソナとはまたちょっと違うんですけど、ペルソナでね、ここが強すぎると結構苦しい人がいるんですよね。母親としてこうなんなきゃとか、先生だからこんなことしちゃいけないとか、大事なんですけど、そこ真面目な人ほどそこ行き過ぎる傾向があります。だからもしあなたがコーチだとして、対象者の人見た時にこの役割性格強すぎるなと思うんだったら、しっかりそこは気づきをフィードバックしていきましょう。そしてあなた自身もですよ、親として、先生として、人として、旦那として、妻として、日本人としてこうじゃなきゃいけない、日本人だからホスピタリティ高くなきゃいけない、まあホスピタリティ高いは喜び混んでもらえるんで、いろんなことしたらいいんですけど、でもいつもニコニコじゃしなきゃいけないかっていうと、そうでもないですよね。でもここがちょっと行き過ぎてて苦しい人がすごく多いなと思うんで、やっぱりそれに気づくこと、逆に言うと対象者にコーチングしてる場合はそれを引き出してあげること、一番やっぱ何がいいかっていうと、やっぱ普段の気づきとか考えを、自分なりの言葉をね、メモっとくことですね。日誌っていうんですけど、日々の気づき、改善点、今日良かったこと何かな、頑張ったこと何かな、あとは今日の気づきですよね。あー、これこんな風にしたらなんかブリッジングというか、自分の事業のアイデアに使えそうだな、あとはもしやり直すとするならば、改善思考ですよね。このあたり書いていくと、本当自分の思いが入ってくるんで、すごく自分の言葉に気づけるんです。あれ、私こういう傾向あるなとか、逆に対象者に書いてもらったりとか、もちろん言葉でもいいんですよ。ただ言葉の場合って1対1でしかできないですからね。1対多でやる場合はやっぱ何か文字に書かせた方がいいと思います。結構今ね、スポーツ選手もいろんなノート書く、羽生くんは何でしたっけ、成功ノートでしたっけ、日誌、日々の振り返りを書いてるらしいですし、芸能人の方でも日誌書いてたりとか、テニスだとね、テニスノート書いたりとかしてる人もいますし、サッカーでもサッカーノートってすごい有名になりましたよね。ああいうの見ると、その子の傾向絶対見えるんです。どういう言葉を使う、あ、ちょっとここネガティブだなとか、ここちょっと楽観すぎじゃないとか、逆にその役割から来る、僕はリーダーとして、特に部活とかであるとね、部長、キャプテンなのに試合に出てないとかってあるじゃないですか。そこで苦しんでるところとかも結構見えたりするんで、ぜひこのあたりね、立場役割が人を育てるんですけど、ペルソナに注意、逆にそこに気づいてあげること、大事にしてみてください。本日の動画でした。ありがとうございました。